水道管の水漏れ調査をやっています。調査の方法は、聴診器によって上から、調査を行います。福岡県福岡市にある株式会社コスモリサーチ、水道管の水漏れ漏水調査に特化しています。大規模な漏水になると住宅とか工場、オフィス、その辺が水がストップしたりして、で昔福岡市でもありました大過失水、そういう状況に見舞われると思います。水漏れが起きる原因は、一般的にはもう老朽化、継ぎ手が緩んだりして突然の破裂とか寿命ですね。1ヶ月で 40km を調査したこともあるといいます。しかしその方法は意外とアナログ。漏水は特殊な音が発生しますので、人間の耳で聞き分けて漏水の位置を最終的に探し出すという。難しいのは音の聞き分け。漏水の音と下水の落ち込む音というのはほとんども同じ音になってきます。熊本地震の時には業務を中止して駆けつけました。しかし漏水調査するにしても水が通ってないと調査できないもんで、とりあえずもう分かる分だけはもう修理して、その後細かいところまで調査したっていう形ですね。水道管に直接設置し24時間モニターできる機器も開発され、さらに発見精度が上がっています。毎日の水道管の状況が分かるようになりました。渇水を軽減してますので、その分取り組み方がきちんとされた結果だとは思ってますけど。福岡市は来年で水道創設100周年、これからも人々の暮らしに安心できる水環境を届けます。信用を重んじ確実をこれとする、漏水調査を通じて人社会のために役立つ企業でありたいです。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。